日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。天人講師の西山です。え今回は令和4年度第1種電気工事士筆記試験の午前について、えー、問いの1から問いの20を解説していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。まずは、えー、問いの1ですね、えー。こちらはコンデンサーの問題であります。えー、面積 A の平板電極間に 厚さが d で有電率イプシロンの絶縁物が入っている平行平板コンデンサーがあり、直流電圧 V が加わっている。で今年はですね静電エネルギーに関する記述として正しいものはっていうことで出ていますね。あのこの絵を使った問題ってかなり出てるんですけども、えー、聞くね内容がちょこちょこ違うんですよね。で今回は静電エネルギーってことでじゃあ静電エネルギーってどうやって計算するんだっていうと公式はこちらですよ。 W イコール2分の 1CV 事乗。はい。で、えー、この C というのは、えー、D 分のイプシロン A ですね。あの、この図面で使われている記号だと。で、これを見ると、じゃあ正しいものってことで、えー、E の電圧 V の事乗に比例する。うん、いきなりこれかなっていう感じですよね。はい。で、他をどうかっていうと、えー、電極の面積 A に反比例で。比例しますよね。静電容量に比例しますからね。で、電極間の距離 D に比例する。これは反比例ですね。正しくはね。 で、油電率イプシロンに反比例じゃなくて比例ですよね。ということで、えー、ロットハートにも誤りなんで間違いなく E が正解ということであります。で、続きまして2番いきましょう。え図、ー、のような直流回路において、スイッチ S が開いているとき、えー、抵抗 R の両端の電圧は 36V であったと。で、S を閉じたときの R の両端の電圧はということで,で、まずはこの R の大きさをね、求める必要があります。 で、えー、両端の電圧がですね、はじめここ 36V。ちょっとね、仮で書きますけども、36V だったということは、えー、全体にかかる電圧が 60V。ってことはですね、残りの 24V。こちらに書いてありますけども、2ムの両端の電圧はこれ 24V なんですね。開いてるとき。で、そうすると、これ2ムと R の直列回路でありますので、R の大きさというのは電圧に比例しますから、 2オームが24ボルト。じゃあ36は、まあ、つまりこれ2対3ですよね。なので R は3オームとなるんですね。で、今度、これ S を閉じたときというのは、これ、えー、6オームと R オーム、これ R が今3点も止まってますから、6と3の並列回路になります。そうすると、この部分の合成鉄抗っていうのは、えー、和分の積で2オームになります。そしたらこれ、最終的には2オームと2オームの直列回路になりますから、 まあ、それぞれね、えー、60ボルトを半分、半分ずつ、つまり30ボルトずつ分圧するということになりますんで、えー、閉じた後は30ボルトということになるわけですね。では、続いて、えー、3番です。まあ、これはもうちょこちょこ出る問題ですね。はい。えー、力率はいくつですかはい。えー、今回ですね、力率の考え方としては、えー、並列カルですので、全体の電流の大きさのうち、 えー、抵抗のに流れる電流の大きさはという形でね、全体分の抵抗分、並列の場合は電流で考えましょう。二、は、十、い、分の 10×100 で50%。もうこれで終わりですね。では続いて4番いきましょう、えー。交流回路において R イコ、えール1 5 o で誘導性リアクタンスが1 0ームで、容量性が2ームであるとで。消費電力はいくつですかということで、えー、まずですね、これ。 誘導性リアクタンスと容量性リアクタンス、お互いに打ち消し合いますので、これ、合成抵抗8オーム、まあ、抵抗点か合成のリアクタンスですね、これが8オームになるんですね。はい、で、8オームの部分に48ボルトがかかっていますから、流れる電流は6アンペア。で、6アンペアがそのまま R オームにも流れますので、I 時乗 R、6の時乗 ×15 ということで、540ワットとなるわけであります。 まあ、過去も全く同じ問題が、ね、出てるかなっていう気がしますね。では続いて、えー、5番であります。まあ、これも、ね、全くいちじく同じ問題が出てますね。図、はいえー、のような3層交流回路において、電源電圧は200ボルト、抵抗は8オーム、逆端素は6オームであると。で、誤っているものはということで、はいえー、じゃあまず、ね、分かることやっていきましょう。1層分のインピーダンスを求めますと、 これは3対4対全体5なんで、6、8なので10オームになりますね。まあ、もちろんね、あのー、三平方の定理使って求めてもいいんですけどね。はい。でちなみに三平方の定理使って求,ると求めると、6、6、36プラス葉っ六64。で、ルートの中が100になりますから、ルート取ると10ね。まあ、全然それでもできますよね。はい。えー、で、えー、1層あたりの EP ナス10オームということで、イ、えー e、は正解なんですよね。 はい。じゃあ次は、線電流求めますかということで、線電流求めるためには、総、えー、電圧を使って計算していきます。で、これ、スターなんで、送電圧は、線間電圧のルート3分の1。ですので、ルート3分の200ボルト。これが10オームにかかってるって計算するんですね。で、そうすると、このように I、i イコール、ルート3分の20になります。うん、ちょっと待ってよ、と。 20を1.73で割るのに10にはならないよね。だからこれね、ロが誤りなんですよ。はい。じゃあちなみに、ハトにはどうなのっていうと、じゃあ消費電力はってことで、これはですね、1層分の3倍って求めるのが、まあ、今回は楽じゃないかなって形が、えー、感じますねで。そうすると、えー、3倍の i 事情 r。で、これ3倍のルート3分の20の事情なんで、これルート3消えるんですよ。 そうすると、20の二乗かける8なんで、うん、3200だなと。で、ここが6になれば、えー、全体の無効電力になりますから、これ6オームなんでね。で、2400だよなということで、8と2が正しいっていうのもね、すぐわかるということであります。それでは、えー、続いて6番、やっていきましょう。えー、図のように、単層二線式の配電線度で、えー、抵抗 A、B、 抵抗負荷 A、B、C にそれぞれ負荷電流 10A、5A、5A が流れていると。で、電源電圧が 210V であるとき、抵抗負荷 C、一番末ったんですね。ここの両端の電圧 VC はということです。で、A、電線1線あたりの抵抗は0.1をであるということであります。で、これ、抵抗負荷なんで、力率は100%、1で計算していきます。で、まあ、これ、要は、それぞれの電圧効果はね、えー、 引いてあげればいいわけですよ。210からね。うん、で、これ2000分なんで、えー、2倍のやっていきます。で、じゃあ、それぞれに流れる電流はっていうと、まあ、これはね、キルヒコフクの法則で、まあ、足し合わせていけばいいわけですよ。で、大元は10アンペアと、こっちも5アンペア5アンペアなんで、10アンペアで20ね。で、次は10という形で。はい。で、計算としてはね、一つにまとめちゃうと行います。えー、大元の電圧210から、全体の電圧効果を引いてあげる。 で、えー、単相二線式で往復分ですから、2倍のそれぞれの電圧効果。20×0.1、10×0.1、5×0.1 10、まあ。これもちろんね、あの、計算慣れてる人は0.1でくくっちゃっても OK ですよ。で、そうするとこれ203になりますから、えぇ、ー、老合解ということになります。はい。よろしいですかね。ではですね、続いて7番。これもね、全く同じ問題が過去出てますね。はい。 で、えー、固定なんですけども、ちょっとね、この形のまま見てると分かりづらいんで、書き換えてみます。まず、この、えー、A、負荷 A というのは、まあ、この図で言うとね、右と、えー、中。まあ、これ中性線ですけどね。はい。えー、この間に繋がっています。で、負荷 B というのが、中性線と左側の間に繋がっています。で、負荷 C は、まあ、今回の問題では関係ないんですが、えー、両方ですね。はい、繋がってるという形。 で、これを、えー、まあ、一般的な回路に置き換えると、こうなるわけですよ。で、今これ、中性線が断線しましたよ。で、抵抗負荷 A に加わる電圧はということで、はい。これ、中性線が断線する前っていうのは、A、B ともに105がかかってるんですが、これ、断線しちゃうとですね、A と B の直列回路になっちゃうんですね。で、それ全体に210がかかってるってことなんで、210を、まあ、大きさで言うとね、 2対1でで分圧すするんですよ、はいまあ、そうすると、真面目に書くとこうなるんですけども、まあ、計算上は 210×3 分の 2, 2ですよ、はい。で、そうすると140となるんですね。これがね、あの、炭素酸性式の中性線、絶対に断線しちゃいけないよっていうのがね、わかる問題ですね。はい。えー、過去問でもね、全く同じ形で出ておりますので、えー、ぜひ、やっといてください。では、続きまして、8番に行きます。 えー、設備容量が 400kW の需要化において、ある1日の需要率が60%で、負荷率が、えー、50%であったと。で、この日の最大需要電力と1日の需要電力量の値の組み合わせとして正しいものってことで、はい。まずですね、需要率を使って最大求めましょう。需要率っていうのは容量分の最大なんですね。はい。 えー、言い換えますと、設備容量に需要率をかければ最大需要電力が求まります。まあ、なんで400、400×0.6 で240。まあ、これすぐわかりますね。はい。ということで、この時点で8か2です。で、今度は、1日の需要電力量、これを求めるためには、1日の平均電力を求める必要があります。その時に使うのは、負荷率ですね。負荷率というのは、最大分の平均と考えます。ってことは、 最大需要電力に負荷率をかけてあげれば平均が出るんですね。なので 240×0.5 で 120kW です。はい。じゃあそしたら1日の電力量はってことで 120×24 で2880。はい。ですからこれは2が正解ということになるんですね。ぜひね、この需要率、負荷率ですね、えー、使えるようにしていただければと思います。まあ、あとね、不等率もありますが、まあ、今回は割愛しましょう。 はい。では、続いて9番であります。はい。えー、まあ、これもね、まあうん、ポピュラーっちゃポピュラーかな。はい。ただ、これ、3層でね、出したのってちょっと珍しいかなって気がしちゃいますね。それでは、これやっていきますけども、まあ、どういうね、投稿回路を書けばいいかっていうと、ま、これね、あの、開くしたということなんで、えー、これね、体蓄、対地間の電圧っていうのはこれ210なんですよ。 なぜかっていうと、これデルタの一端子、アースをつけてるので、えー、210なんですね。はい。えー、ですので,で、対地下の電圧2 1 0トを、この D 種設置抵抗の40オームと B 種の10オームで分圧するっていう形になるんですね。はい。えー、これね、3層だから、えー、っととかってね、これ考えなくていいんですよ。ともかく、この散落した時の外箱の電圧はっていう時は、本当にね、対地電圧だけ考えればいいんですね。はい。 そうすると、210を4対1。はい。で、分圧した時の4の方ですから、210×5 分の4 5。で、えー、ちょっとこれ計算めんどくさいんですが、168V となるということなんですね。はい。まあ、あの、これ、もしめんどくさかったら、選択肢から見ちゃえばいいと思いますよ。うん。あの、210×5 分の4 5って、よく見たら168しかないですからね。はい。それでも構いませんよ。めんどくさかったらね。 はい。では続きまして10番。えゴ、ー、型誘導電動機のインバータによる速度制御に関する記述として正しいものは、はい。えー、インバータの場合はですね、えー、VVVF、インバータを使いますんで、バリアブルボルテージ、バリアブルフリーケンシー。まあ、なので、えっ、ー、と、周波数を変えることによって速度制御を行うのが一般的ですね。だから、E が正解であります。はい。では続きまして11番。 えー、同容量の単相変圧器2台を V 結線し酸素負荷に電力を供給する場合の変圧器1台あたりの最大の利用率はもうこれもね何度も出てる問題ですねでまず V 結線というのは変圧器1台あたりの容量のルート3倍まで送電することができますはいってことは言い換えますと、えー、1台あたりの利用率ってことは2分のルート3になるんですね で、約87%、まあ、2分のルート3って0.866なんで、はい。なので、はが正解であります。はい、要は、2台なのにルー,ト3分ルート3しか使えないっていうことなんですね。まあ、ただ、これちょっとね、勘違いしちゃうんですけど、あの利用率が2分のルート3ってことは、1台あたりサボってのってわけじゃないんですね。はいまあ、例えば、10KVA2 台だと、計算上、ね、17.3KVA までしか送れないんですよ。 そしたらお前らサボってんだろうってことになるんですけど、変圧機本体はね、ちゃんと 10KVA 持ってて頑張ってるんですよ。持ってるんだけど、ちょっとね、向きがね、ずれちゃってるんで、うまく力合わせきれてないよって、そんなイメージですね。はい。で、続いて12番です。えー、床面上 R メートルの高さに高度 i カンデラの点光源があると、えー、光源直下のえー、床面照度 E ルクスの示す式はということで、はい。 これね、あの直下ってことなんで、はい、これアイカンデラがあって、この真下なんですね。真下。はい真下なんで、これね、えー、距離の逆事情の法則を求めて、そのままで OK です。これもしね、斜めの点とかだとね、これ、えー、距離の逆事情からさらに、えー、水平面小度に直してあげる必要があるんですけども、直下の場合っていうのは、距離の逆事情で求めたやつがそのまま水平面小度になるんで、えー、R 事情分の間、これで終わりです。 で、なぜ逆事情になるかっていうのは、あの、ちょっと割愛しますね。はい。では続きまして、蓄電池に関する記述として、正しいものは、はい。えー、鉛蓄電池の電解液は気流酸である。これですね。はい。で、えー、他がね、なぜ誤ってるかっていうと、ロンのアルカリ蓄電池の放電の程度を知るためには、電解液の比重を測定する。これはですね、鉛蓄電池に言えることですね。 鉛蓄電池っていうのは、まあ、放電が進むとです、ね、気流酸からだんだん水に近づいていくんですよだから比重が下がっていくんですねアルカリの場合はこれは違いますよであとですね刃の過放電すると充電が不可能になるのも鉛蓄電池の特徴ですねアルカリ蓄電池はですね、まあ、鉛に比べればね、あのー、過充電過放電に強いんですね、はいで えー、単一セルの起電力は鉛蓄電池の方がアルカリ蓄電池より高いです。だこれは誤りなんですよ。これね。鉛蓄電池がまあ約 2V。で、アルカリが 1.2V ですからね。はい。これね、よく出ますんで覚えておきましょう。じゃ、続いて14番であります。えー、写真に示す照明器具の使用の、えー、使用場所は、これちょっとね、知ってるか知ってないかなんですけども、あの、ちょっとね、イメージなんですが、かなりごついですよね、これね。 ごつい器具、ごつい器具ってだいたいね、防爆型なんですよ。はい。なので、えー、この2の可燃性ガスが滞留する恐れのある場所っていう風に覚えましょう。はい。これね、ごつい器具は防爆型。ちょっと乱暴な覚え方ですけどね。では続きまして15番行きましょう。えー、写真に示す機器の矢印部分の名称はということで、はい。これね、よく出ますね。上はですね、マグネットコンダクター、電磁接触器です。で、下が熱動系電気ですね。 はい。まあ、ちなみに記号で言うと MC と下が THR。で、さらに、これ、もしね、全体くくられてたら電磁開閉器になって MS になります。はい。えー、ぜひね、覚えておいてください。はい。まあ、ちなみに配信をした時ってブレーカーのことですね。で、現時電磁系電気はタイマーですね。では、続いて16番。コージィネレーションシステムに関する記述として最も適切なものは、はい。 えー、これはね、結論はロです。電気と熱を合わせ供給する発電システム。まあ、例えば、内燃力発電とかだと、まあ、エンジンでね、発電しますけども、の冷却水でね、熱を奪いますよね。で、その熱捨てちゃうのもったいないよね。じゃあ、この温水供給してあげましょうっているのが、高ジェネレーションシステムですね。まあ、一例としてね。はい。で、えー、っと、他はね、何かっていうと、深夜電力を利用した発電システムって、これは、 うん、なんて言ったらいいかな、これ、陽水のことですかね、これね。まあ、まあ、今ちょっと微妙なんですけど、電気余ってる、まあ、比較的ね、余ってる電気を使って組み上げてってことですかね。で、受電した電気と常時連携した発電システムっていうのは、これはまあ、分散型電源のことですかね。では続いて、えー、17番ですね。あ、ちなみに、電気主人装置って、これ、あのー、気力発電所の、えー、<laughs> 環境対策で用いてるものなんですけど、それを利用した発電システムっていう表現がちょっとわかんないですね。はい。じゃあ続きまして17番。えー、有効落差100メートル、使用水量20立方メーターパーセックの水力発電所の発電所、発電機出力、メガワットはということで、えー、水車と発電機の総合効率は85%である。これはもう公式入れるだけです。公式は 9.89H× イータ。はい。 で、Q が、えー、流量。で、H がね、高さ落差ですね。まあ、正確に言うと、有効落差ね。で、イーターが効率であります。で、この水力の公式っていうのは、基本公式の状態ですでに、キロワットなんですね。なんで、それをさらに10のマイナス3をかけることによって、メガになります。はい。で、えー、そうすると、この 20×100 っていうのは、これ2000になりますから、2000×10 のマイナス3 0で、これをね、2と置いちゃうんですよ。 まあ、そうすると 19.、19.6×0.85 ってなりますんで、あとはまあ計算するとね、16.7になりますよという形であります。まあこれね、公式を覚えてればできますよっていうことでございます、えー。それでは続いていきましょう。えー、18番ですね。えー、架空送電線のスリートジャンプ現象に対する対策として、えー、適切なものは、で、まず、スリートジャンプって何ってなってる方ね、結構いらっしゃったんじゃないでしょうか。あのー、スリートジャンプっていうのは、あのー、 額クー電線に雪がね、積もることによって起きる現象で、これ一番ですね、送電線の中では、この跳ねる。これね、スリートジャンプって、送電線の、まあ、ある意味振動なんですけども、この振動の幅がね、一番大きい現象ですね。はい、スリートジャンプっていうのは。で、まあ、どういうものかっていうと、この送電線にね、雪が積もるとこうやってギュッと下に押されますよね。で、何かのタイミングで、この溜まった雪がですね、どさっと落ちちゃうと、 この送電線がね、跳ね上がるんですよ。バーンと。はい。これがスリートジャンプって言われます。はい。で、これどうするかっていうと、えー、こうやって送電線のですね、例えば上から RST だったら、この相関にですね、こうやって、えー、スペーサーを入れたりとか、はい。あとは、これ、えー、答えはね、ロのオフセットなんですけども、オフセットっていうのは、この送電線のですね、位置をね、ちょっとずつずらすんですよ。あの、横方向の位置をね。 そうすることによって、真上に跳ね上がった時でも、これ、ぶつからずに済みますよね。こういうのをオフセットって言います。はい。で、えー、送電線のですね、振動って、他には、えー、風がね、送電線に当たることによって、こうやってね、風が送電線に当たることによって、裏でですね、こうやって渦ができるんですね。で、この渦によって、こうやってできる振動を微風振動って言うんですが、この微風振動の対策として挙げられているのが、 この意味ついてる、意味あるアーマロット。ね。あとは、えー、ダンパーですね。ダンパー。はい、これを使うってことです。で、ちなみに、あの、実はですね、雪とか氷による振動ってもう一つありまして、ギャロッピングっていうのがあるんですよ。で、ギャロッピングって何かっていうと、送電線にこうやって雪が積もるとね、はい、これあの、なんていうんですかね、上と下で、こう、形が変わるわけですよ。そうするとね、送電線自体が飛行機の羽みたいになっちゃって、 ここにね、風がね、こうやって当たると、えー、送電線の上と下でね、この風速が変わるので、えー、揚力が生まれちゃうんですね。羽みたいになって。で、これがふわふわ浮いちゃうんですよ。こういうのギャロッピングって言います。はい。このギャロッピングっていうのも結構ね、こう振動の幅が大きいんですね、まあ。なんでギャロッピングっていうかって言うと、なんか馬が暴れてるように揺れるからって意味合いらしいんですけど。はい。で、外資の連結数増やすっていうのは、これは円外対策ですかね。はい。 続いて19番、えー、送電用変圧器の中性点設置方式に関する記述として誤っているものは、はい。じゃあ見ていきましょう、非設置方式は中性点を設置しない方式で異常電圧が発生しやすい、まあ、これ正解ですね。はい。まあ、非設置っていうのはあの高圧の配電系統でやってるやり方ですね。でえ、続いて直接設置方式は中性点を導線で設置する方式で、地殻電流が大きい、これ非常に大きいんですね。はい。 で、続いて、刃。えー、抵抗設置方式は、チラッコ障子。通信線に対する電磁誘導障害が、直接設置方式と比較して、小さいが正解なんですよね。あの、抵抗設置っていうのは、直接設置ほどね、チラッ電流を大きくしたくないなってことで、あの、適切なね、えー、抵抗値を入れることなんで、えー、チラッ電流を抑えることができるんですよ。比較的ね。ただ、ゼロにはしたくないんですよ。抵抗設置の場合って。はい。だから、歯はね、誤りなんですね。で、 えー、証拠リアクトル設置は、えー、書いてある通りです、えー。送電線路の対地静電容量と並列共振するようなリアクトルで設置すると。で、並列共振すると、えー、インピーダンスがね、無限大になるんで、えー、これがね、実はね、一番地絡電流が小さいんですよ。証拠リアクトル設置っていうのは。はい。ではですね、えー、前半としては最後にいたしましょう。えー、20番。 えー、高圧充電設備の充電用遮断器の遮断容量を決定する場合に必要なものはということではい、これね遮断容量なんでこれはもうね3層短絡電流なんですよで充、えー、電用変圧器の容量とか最大負荷電流っていうのは、まあ、これはもう変あの遮断器自体の通常の、ね、定格電流選定するだけに使えますかねっていう感じですねはいということでですね えー、20番まで解説いたしましたのでこのままだとちょっと長くなりますので、ねえー、これで一旦区切りとさせていただきまして続きはですね今度後半の方で、えー、21番から50番まで解説したいと思いますのでぜひそちらもご覧いただければと思いますでは、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます 当チャンネルでは電気工事士、電験三種士を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。